今このさっき先生が糖質を取ってはいけないって言ったんですけど、日本人って一番ブームは今糖質カットみたいな糖質制限みたいなことがあって、うん、お米を食べないとか、あとお芋類を食べないっていうことが結構流行ってるんですけど、うん、それって腸内環境的にはどうなんですか？日本の栄養学で食物繊維っていうのは炭水化物の一つなんです。はい、だから炭水化物を制限すれば自動的に食物繊維はダメになるので、うん、糖質制限は僕あんまり意味ないと思ってて、それが本当に10年、うん、20年それをやって本当に人は健康になるかというと僕は難しいんちゃうかなと思ってまして、うん、日本で食物繊維のこの摂取が世界標準 24g パーデイなんです、うん、日本は今15ぐらいなんですけど、うん、それを2020年の栄養摂取基準の改定の時に24にしたかったんですけど、うん、その24にするとどこの病院に行っても栄養士さんがそんな食事作れない、どこ行ってもそんなの作れないのに目標だけ作っても仕方ないということで足して2で割って18とか9にしたんです。そうですよ、だから日本はすごい低いですよね。日本すごい低いんです。だからこれってもう非常に大きな問題で、うん、にもかかわらず糖質制限とか言うてるともうどうにもならないので、うん、食物繊維の一番摂取源は主食です。おかずじゃないんです、主食なんです。だからやっぱり食物繊維というとお野菜ってイメージですけど、実は主食やっぱ穀類の皮がついてるって言って失礼ですけど、うんうん、全粒穀類とか、うん、あの麦であるとか、うんうん、玄米をいかに利用していくかということがもうすごい大事で、うんうん、あのよく腸活という時に、うん、まあ、僕は少なくとも3回に1回は白いご飯とか白いパンやめてくださいと、うん、それがスタートですよと、うん、やっぱり茶色系にいかなダメですよとか、それやめてくださいは食べないでくださいじゃなくてチェンジしてください。あ、なるほど。我が家は、うん、先生は何食べてるんですか、そう聞きたい。ここ1ヶ月、うん、白いご飯食べたことないです。白米を食べない。はい、じゃあ先生何を召し上がってるんですか。玄米であるとか、最近あの、うん、玄米とか言うとですね、日本の高齢の方って戦時中の思い出のように硬くて食べれないという意味なんですけど、うん、今麦にしても玄米にしてもすごい柔らかい、いろんな加工して食べやすくなってるんで、はい、あとまあ僕おすすめはあの古代米といって、はいはい、ちょっと赤いろんなカラーで、まあ、なんかお赤飯じゃないんですけど、うん、いろんなあるんで工夫すればいろんなものが食べれるし、それをまあうまく混ぜて食べるとか。うちはですね、白いご飯出てこないですね。さすが白いご飯の中に麦を入れたりとか、なんかいろんなことを入れる、それとももう全体的に。最近は、最初はそんなことしてましたけど、うん、最近もなんかピュアになってきましたね。それがもうやっぱり美味しく感じるし、やっぱり腸内環境のためにはいいんですよね。あ、そうかもしれないですね。まあ、食事だけじゃないんですけど、まあ、そういったことに気を使うことによって、まあ、お互い夫婦ともも年取ってくると、だんだん先が見えてくると、なんか今からでも抵抗しようかなというので頑張ってしまいますけど、意味があるかどうかは別にしても。でも昔ってお米とかがない時代ってやっぱりお芋類、特に沖縄とかも、まあ、さつまいもみたいなものをよく食べていたっていうことがあるんですけど、じゃあそれは腸内環境にはとてもいいことだった。いいと思います。京丹後もやっぱり芋類はすごい大事にしてるし、うん、1年間の保存食としての芋や大豆とかいうのはすごい食材としては大事なんですね、うん、だからそういう意味では芋類、全粒穀類っていうのをもう少し利用すべきですし、うん、日本人の腸内細菌、腸内フローラにはそういうものがマッチしてるんだろうと思ってて、決してお肉を食べたら元気になると思うのは勘違いかなというふうに思ってます、うん、じゃあ例えば本当に糖質制限っていうといわゆる白いご飯とか白いパンとかっていう糖質を制限した方がいいけれども、不溶性の食物繊維がいっぱい入っているような玄米とか古代米だったりとか、何か豆ご飯みたいなものだったりとか、お芋類、そういったものは逆に積極的に取っていった方がいい。まあ、現実的に世界標準の24に食生活で到達するのはなかなか僕今難しいと思ってるんですよ。これだけいろいろ頑張ってもやっぱりそれ食べるのをやっぱりそれなりに食べにくさもありますから、うん、僕はもういつも朝起きたらもう必殺スムージーで、ま、先生のご著書に書いてあった5g 入りスムージーを飲みますんで、うんうん、みんなよりは朝起きた時点で食物繊維 5g リードしてるというようなことをやっております。なんとなくそういうご飯とかお芋っていうと太るっていうイメージがどうしてもやっぱりあるんですよね。それは先生どうですか。いや、太らないと思いますよ僕、うん、今からまあ20年ぐらい前にメタボリックシンドロームとか肥満ということで、結構なんかこう肥満は悪いとか病気の根源だみたいなことをいろいろ言われてきましたけど、最近日本人長寿になってくると太っていても筋肉が維持されてる人は皆さんお元気だということが見えてきましたから、
今は肥満を気にするよりも筋肉をいかに維持できるかということの方がよほど長寿にとっては大事だと、ね、最近はロコモティックシンドロームということですもんね。まあ、いわゆるサルコペニア、ロコモ、フレイルといった、うん、まあ、フレイルコンプレックスと僕ら呼んでるんですけど、はい、そうならないようにすることがすごい重要であって、うん、肥満が悪いとか、うん、そんなんはもうですね、僕間違ってるんちゃうかなとか思い出してきてですね、最近ね、東京で2000人弱の高齢の方の BMI の肥満のデータと握力を測って、うん、肥満サルコペニアで4群に分けて、うん、肥満もないサルコペニアもない、うん、肥満だけやろ、うん、サルコペニアだけやろ、うん、でサルコペニアで肥満太ってる、うん、この4群に分けると誰が一番に認知症になっていくかというと健常と肥満の間は差はなかったんですよ。あ、ないんですか、うん、でその次に認知症になるのが多いのはサルコペニアで、ですもっと早くなるのが太ってて筋肉がない人が一番悪い。筋肉の方が大事なんです。でもそんなこと言うと食物繊維って筋肉には関係ないイメージですけど。あ、勉強不足ですね。やっぱりなんかそう、やっぱり日本人って筋肉をつけるぞ、よしプロテイン飲もう、肉食べよう、筋トレしようじゃないですか。それが間違ってるですよね。やっぱり食物繊維も大事。ですね、筋肉はどうやったら維持できるかっていうのは、うん、皆さんいろいろ研究されてるんですけど、うん、これ僕のまあ仮説なんですけど、うん、筋肉を維持するためには筋肉が分解される反応を止めることの方が先じゃないかなと。我々よく外来でアルブミンが下がってきたおじいちゃんおばあちゃんにですね、はいはい、まあ僕らヤブ医者ですからたまに肉食べるよって言いますけども、うん、はい、そういう人は肉食べても絶対アルブミンなんか上がらないんですよ。アルブミンっていうのはタンパクの一種ですからね。そうそう、はい、それはなぜかというと一生懸命作ろうとしても分解する反応が更新してるので、うん、つまり慢性炎症が生じてる時に、うんうん、餌を入れても筋肉できないんじゃないかと思ってて、慢性炎症の元が何かということがすごい大事なんで、そこをコントロールすることの方が僕は大事なんだ。なるほど。だって骨も形成して壊して形成してじゃないですか。やっぱり筋肉もそうですよね。やっぱりそうやって大きくしていくから、なんかね、うん、誰かが言ったんでしょうね、アメリカから言われたんじゃないですか。言われたと思いますよ。だってボディービル、この前私テレビでボディービルダーの女性と一緒になったら、うん、馬肉を食べてるって言いました。なるほどね。かなり特殊な話なんでね。いや、かなり特殊で、あ、この人みたいに今の食生活にはなれないなと思ったんですけど、でも今考えたらその人がお芋を食べてたんですよ。お芋はいいとか言って。だからやっぱちょっと分かってるのかなっていうふうに。あ、そうやね、うん。今年僕らが発表した論文の中ではですね、一番面白い論文があって、うん、糖尿病になりやすい DBDB マウスっていうのがいるんですけども、はいはい、そのマウス買っていくと筋肉が落ちてくるんですけども、うん、その筋肉が落ちていくのに何が大事かという研究したところ、食物繊維を投与すれば筋肉の落ちるのを止めることができると。私は糖尿病センターにいた時に筋肉をつけろはよく言ってたんですよ。だけれども運動してタンパク質を食べましょうだったんですけどじゃあそれは間違い、まあ、歩いたりとかはする必要はあると思うんですけど、作る機能というよりも壊さないようにするのが大切で、壊さないようにするためには炎症を抑えることが大事で、そのためには食物繊維が大事っていう。その通り。ちょっとそれはひょっとすると僕らが運動している時に体にいいとか筋肉がつくというミラーを持ってますよね。もうすぐ僕たち論文を発表しますから、運動していたら腸内細菌が変わって初めて筋肉に作用できる。運動すれば運動の効果というのはみんな単純に運動したら肉がつくと思ってるけど、うんうん、はいはい、それだけじゃなくて全身の運動をすることによってその筋肉からの信号が腸に作用して、腸内細菌が変わり代謝物が変わり最終的に筋肉に行ってる。これは今もうすでに論文投稿中なんですけど、非常に面白い。運動と腸内細菌と筋肉をつなぐ、やっぱり腸内細菌やったという論文出しますので。先生も私、今日私いろんなことが分かったんですよ。まずはやっぱり私たち食事をとるときって自分の栄養素になるっていうことも大事だけれども、腸内細菌の餌になるようなものも食べるっていうことがやっぱすごく大事で、やっぱ腸内細菌が もちろん今までね、認知症だったりとか、あとはお肌にいいとか、そういったことはなんとなく長寿につながるということは分かってたんですけど、これがまた筋肉だったりとかそういったことにつながる。で、今までのもう日本の栄養素とか学問ってしっかりとお肉を食べましょうとか、タンパク質食べましょうとかっていうことが言われていて、であとは糖質制限しようだったんですけど、ちょっと取っ払ってまずは食物繊維をたくさん食べてみように変えた方が
いいですね。不思議なことなんですけど、うん、腸内細菌は我々に何らかのシグナルを送って、うん、食物繊維を食べろというシグナルが送られるような体になると、うん、はい、必然的にその人は肉を見ても食べたいと思わなくなって食物繊維を食べる、あるいは全粒穀類を食べるというふうに自分では食物繊維を取るように努力しているとその人は言いますけども、実はそれお腹の中にいる食物繊維大好き腸内細菌がその人を操るようになっているかもしれないので、もうそうなったら締めたもんですね。もうすでに科学的にも証明されていて、コロッケ食べたら次の日にまたコロッケを見たら食べたくなるらしいんです。それは脳内の麻薬のようにこうコロッケ麻薬のようで、これ一緒なんですよ。中枢を操る食べ物の影響で、毎日お肉食べてる人はその本人が悪いんじゃないんです。患者さんにもよく言うんですけど、あなたが悪いんじゃないんですよと、あなたは騙されてるだけですから早く気づいてくださいと、うん、こういうことをやればもうあっという間に健康になりますよっていうのをよく言っております。じゃあやっぱりこう食べ物がすごく大事だし、自分のことを思うっていうことは腸内細菌のことも思う、腸内細菌のことを思ったら腸内細菌は私たちの健康のために引っ張ってってくれるってことですね。その通りです、その通りです。すごい。じゃあやっぱり腸内細菌の餌になる発酵性の食物繊維だから、これからは食物繊維っていうような言い方だとどうしてもレタスとかなんかそういうの引っ張られちゃうから、高発酵、高発酵の食物繊維、あとはルミナコイドっていうことで、それはいろんなものがあるよっていうことを知っておいて、でそれを知って食べるようになったら操られるからまた食べたくなるっていういいサイクルに行くってことですね。そうです。それが健康長寿、人生100年の目標です。わかりました。私操られるように頑張ります先生。はい、ありがとうございます。すごい勉強になりました。ありがとうございました。